こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、山本太郎さんに対しての個人的な感想をね、申し上げたいと思うんですよ。これは画面を通じてではなくて、まあリアルに直にお会いして感じたことなんですよね。で、前回広島のパルコ前に山本太郎さんが来て、まあ、街頭演説をされている際に、まあ、私も伺ったんですよね。まあ、一度直接聞いてみたいなっていうのと、質問をねしてみたいなと思ったんですよ。今私がやってる活動に対してプラスアルファ何かすることができないかなっていう質問だったんですけども、まあ、それはね、あの前回お話したんで置いとくとして、山本太郎さんの演説を聞いて、まあ、内容自体は私何十回も何百回も聞いた内容なんで、まあ、あえてねライブでずっと聞くことはないかなって思ったのと、プラスちょっと他に所用もありましてね、1時間ほどその現場にいたんですけども、1時間ほど離れて、で用事が終わった後すぐ戻ってきたんですよ。そうすると山本太郎さんがなんかね、演説の後で記念写真を撮っておられるところで、まあ、それが終わって撤収してるところだったんですよね。で、私はまあその撤収してるところにあのフラフラっと行ってですね、まあ、お疲れ様でしたとスタッフさんとか声かけて、まあそれでね、帰ろうとしたわけなんですけども、まあ、山本太郎さんもまあなんですかね、引き上げようとして向こうの方にね、遠くの方に去っていくところだったんですよ。で、あ、山本太郎さんお疲れだったなと、まあ一緒にね、まあ、写真なり最後に一言インタビューなりしようかと思ったんですけど、 YouTuber としてね、まあ、ちょっとそれはやめとこうと思ってとどまったんですよね。それで遠くに見えてる山本さんにどうもお疲れ様でしたとあの声をかけたんですよね。私も質問させてもらって答えをいただいたものですから、そのお礼と思ってお疲れ様でしたと頭を下げました。まあ通常でしたらそれで終わりなんですけども、山本太郎さんね、ブルゾンを羽織りながら向こうの方に去っていて、本当にちっちゃくなってたんですけども、その声に気づいてパッと振り返ってですね、パーッとこっちの私の方に来て、その私の2メートル先ぐらいまでね、あの本当に小走りでやってきてですね、それでブルゾンを直してどうもありがとうございましたっていう感じで何度もね、あの私の方を見て頭を下げられたんですよ。もうそれで私はあの人柄っていうものね、それだけで全ては測れないんですけども、私が見えてる山本太郎さんの切り取ったワンショットワンショット全部をつなぎ合わせると、まあ、私はね、あのこの人に、本当にね権力を持っていただきたいと思いますし、この人に任せてはいけないなと、私が主人公なんだなと、常に政治ってのは誰かがやってくれるリーダーに任せてがいいではなくって、自分がリーダーとして何ができるかなってことを精一杯表現することだなと思ったんですよね。それは山本太郎さんのそのワンショットワンショットを全部つなぎ合わせて感じたことです。で、こういうふうに申し上げますとね、実は山本太郎さんはこんな人なんだよっていうふうに、私の見えてないところの情報をわざわざこうやってね提供してくださって、しかも悪いことばかりよね。で、私の山本太郎さん支持をなんかぐらつかせようとしてるんですかね、なんというか、何の目的があるのか分かりませんけども、もしかしたら中国共産党をね拝めっていう風なところに持っていくのかもしれませんけども、あの私山本太郎さんの見えてないところは知りません。見えてるところだけをつなぎ合わせて考えてます。それしかないんでね、それをわざわざ見えてないところを持ってきて別の角度でね、私にこうバイアスをかけようとする方が結構いらっしゃるのには何とも言えないところがありますね。あの私はね、ある人を見て見えてないところはいいんですよ。見えてるところだけで付き合っていけばいいと思います。深層心理とか個人的感情とか性癖とかね、細かい過去とかね、そういったものを総合して見てるわけではないんですよ。今この瞬間、この本当に一瞬をですね、どう付き合っていくかだけなんですよね。これはね、あのほとんどの皆さんに対しても同じです。昔いろいろあった、これからもいろいろあるかもしれない、でもそういう不確定要素を抜きにして、この瞬間、私の瞬間と目の前にいる人の瞬間つなぎ合わせたこの一瞬だけが真実なんですよ。ですから裏が何とかあるとかね、過去はこうだったっていうのは私はそんなにね、意識しないんですよ。今この瞬間だけが真実だと思いますんでね。で、その今私だけは、私が考えている今この瞬間だけが真実に照らし合わせると、山本太郎さんは国民のためになることしか言ってないしやってないと私は思いました。ただそれだけです。まあ、ですんでね、実はこんな人ですとかね、こんな活動もしてましたとかね、昔はこういうふうにしてましたとかってね、それはあると思うんですよ。でもそういう積み重ねとか失敗や成功や後ろ暗いところがもしあったとしても、それを全部積み重ねて今日という瞬間にアウトプットしてるとしたら、それだけでいいじゃないですかね。あの昔キリストがこんなこと言ったんですよ。ある罪人に向かって町の人が石を投げてる時に、キリストがそこにね歩いてきて、皆さんの中でね、罪を犯したことがない人だけがこの石を投げなさいって言ったんですよ。そうするとですね、年寄りの人から順番に石を投げるのをやめて石を置き始めたんですよね。ということはどういうことかっていうと、年齢を重ねれば重ねるほどいいことではなくて悪いことを重ねる例が多いよっていうことだと私は学んだんですよね。
まあ、そう考えると紆余曲折、自分の信じてるものが後になってあ違ったかなとかね思ったりとかね、良かれと思ったけども結果は悪かったってことの積み重ねで人生っていうのができてると思うんですよ。まあ、ですんでね、今この瞬間麻生さんは私たちに何をしてるかなっていうことと、今この瞬間山本太郎さんは私たちに何を語りかけてるかなっていうことを比算すれば私ははっきりすると思うんですよ。それでも麻生さんは昔はこうだったから今はどんな人であっても麻生さんを応援する、それはもう仕方がないと思います。それは私の判断ではないんでね、私個人の判断は山本太郎さんの発信がとてもなく好きだってことなんですよ。山本太郎さんの熱量がすごく好きだってことなんですよ。プラスアルファ南の帝王の射程で出た山本太郎さんも好きだなと思いますし、メロリン Q の時代は私知りませんのでね、あそこはね動画も見たことないですし印象もないんですよ。まあ、勝手なこといろいろ申し上げましたけども、山本太郎さんに関しましては私悪い印象を全く持ってません。いい印象だけたくさん持ってます。ただそれだけです。ですんでね、その他の判断材料はいろんな方が知らせてくれるんですけども、一応ね見ようかなと思うんですけども、わざわざね人の悪いところを見ることもないかなと思って、すいませんけどもリンクを送ってくださった方とか長い文章を送ってくださった方全く見てません、すいません。例えばね5秒で読めるような文章とかだったらいいんですけども長いんですよ。山本太郎さんを攻撃する文章が長い、攻撃する動画のリンクがたくさんありすぎる、これではね見る前からもう見ないですね。ですんでね、私の考えを他に変えたいという気持ちは分かりますけども、私の考えは私が持ってますんで、私がオーナーですから、そんなに心配されなくて大丈夫です。私がこれから山本太郎さんにしても、誰ですか、 N 国党の立花隆さんにしてもね、橋本徹さんにしても堀江貴文さんにしてもね、ずっと見ていくうちに私は勝手に気づきます。勝手に見えないところが見えてきますから、その時にまた判断が変わるかもしれませんけども、今この瞬間はどう考えても麻生太郎さんよりも山本太郎さんだと思いましたし、先日の広島のエピソードでも私はねああいうふうなお辞儀をされる方にねめったにお会いすることがなかったですね。経営者仲間とか社長連中とかね、いわゆる成功者という方結構会ってきましたけども、やっぱりああいうふうな方ってのはなかなかなかったですね。それは成功してない方の中にも経営者でも何でもない一般社員の方でもああいうふうな腰の低い方とかね、一人のですよ、初めて会った誰の馬の骨か分かんないような私の遠くからのかすかな声お疲れ様でしたが自分に向けられたかどうか分かんないはずなのに、振り返って私の方に小走りで走ってきて2メートル先でねもうお疲れだと思いますのに来た。そして他のファンの方はそれをおもんばかって誰もねそこに寄ってきて山本さん山本さんみたいになんなかった、山本さんは早く楽に休憩させてあげようという気持ちでね会場が満たされていたんじゃないかなと思いますね。勝手な印象ですけどもね、私はそういうふうに今のところ思ってます。ですんで山本太郎さんを悪い人だと思わせたい人、その気持ちは分かります。誰にでもいいところ悪いところあります。引き算をして、そして見えてないところ見えてないところね、見えてないところ見えてないところを総合すると私は山本太郎さんにいい印象しかないというのがね、今この瞬間の感想ですね。で、いろんなね政党を見渡していても、国政政党になってないところをね私の知る限り見ていても、私がやってほしいことっていうのは山本太郎さんのたった2つのね公約に集約されてます。消費税廃止とコロナ収束まで毎月10万円を国民に全員に配れということですね。だからね政策さえ自分とイコールだったらそれを発信してる人が誰でもいいんですよ。別に共産党の C さんでもいいんですよ、これを言うのが。でこんな発想なんて誰でも思いつくじゃないですか。なのに共産党も公明党も自民党も言わないんですよ。 N 国党もそうですけどね。だからね自分がこうなったらいいのになってことを代弁してくれる方がまずは自分の支持する政党でいいのかなと思いますし、自分が支持する政党が見つかったら今度はね自分が支持するだけではなくて自分が実践しないといけないなってところですよね。ということなんで私のできる範囲で今のところ考えられるのは動画を更新し続けて、その動画の中でね私たち国民の声は諦めずに発信していきましょうと、その数を増やしましょう、官邸にメールをする、事務所に電話をする、その他事務所にね伺って、自分の苦しい思いを聞いていただく、自分のじゃなくてもいい、自分の知り合いの方、SNS 友達のことでもいいから、こんなに国民は苦しんでるんでぜひ気づいてくださいってことね、言い続けるってことがすごく大事だと思います。これをロビー活動って言いますよね。経団連はじめ飲食店経営の方とかね、そういった業界の方ってのはロビー活動を非常にね大切にしてます。だから政策が通るんですよ。だから補助金が真っ先に取り上げられるんですよ。だから私たちはねそれに学ばなくてはいけません。自分たちの声なんて聞いてもらえるわけないやじゃないんですよ。そういう思いがもう諦めの心を自分の中から起こしてるからなんですよね。仮に可能性がゼロだとしても行動してもいいじゃないですか。
ダメかもしれないけどやってみる。これが私の大好きな言葉ですよね。それでは本日は以上です。